はい、本日はですね、こちらノースフェイスのスニーカーを紹介していきたいなというふうに思います。こちらの正式名称がですね、シャトルレースウォータープルーフという名前になっててですね、こちらは、ノースフェイスの2021年今年から出た新作のスニーカーらしいんですよね。だから一応まあ今回ポチったんですけども、よくスニーカーとかっていうのはですね、よくまああのメンズの方やったらアウターとかね、トップスとか結構気にするけど、まあスニーカーは後々でええかなっていうことであると思うんですよ。でも意外と女子っていうのはなんか清潔感を求めるんですよね。まあ、もちろん髪型とか匂いとかもあるけども、それ以上にあの上はピシッとしてると結構きっちり決まってるねって感じだけど、靴見たらボロボロの汚い靴履いてたりしたらですね、男子はそれはそれで味が出てるとか言って喜ぶんですよ。男同士飲みに行ったりとかして、お前の靴なんか味出てかっこええなとか、なんかクラシックな感じやなとか、それもしかしてヴィンテージとか言って、この古いのをこういいとする文化があるんですよね。でも果たして女子はですね、いくらその昔のやつで価値が高かろうが、古いのは清潔感がないというふうに一括りにされますので、まあ、スニーカーとか特にこう足元ってもう最後にされがちですけど、やっぱりこういうのはちょっと綺麗なあの感じのやつにやっとってもいいんじゃないかということでですね、まあ、スニーカーをちょっとまあ買い替える検討されてる方とか、まあ、ちょっとまあもう一足ずっと長く履きたいとかいう方はですね、まあ、これのせいで喋るんですけど、防水とかね、そういった機能もあったりするので、もう毎日これずっと履けるんですよね。だからまあそういった感じで、まあ、いいんちゃうかなというところでね、シャトルレースウォータープルーフというのを今回紹介していきたいなというふうに思いますので、今日の流れとしましてはですね、まずそもそもこれちょっと新作なので、まあ、どういうところ特徴とかあるんかなっていうのを外観からまず見ていって、その次に避けた防水ですよね。防水のどういうところが防水なのという話をしていったりとかして、これ見た感じあれですね、なんかいかにもローテクって感じだから、コンバースとかなんかまあそのアディダスのなんか何だっけ、スタンスミスとかね、なんかそんな感じなんかなみたいな感じですけど、でもキャンパスだからやっぱりバンズが泣いたりしてるんですけど、まあそんな感じの話し、次デメリットですね、とは言いながらもやっぱりこういうタイプのってこうですよねとかいう話して、ほんでおすすめの人がこんな感じ、そしてサイズ感はまあ普通なのかちょっと大きいのかみたいな話して終わりにしたいなというふうに思いますので、まず外観から見ていきましょうか。外観はですね、はい、これはキャンバス地ですよね。よく俗に言うキャンバス地というか、なんていうんですかね、カバンとかでね使われてそうな感じの生地感が使われているので、別にレザーとかじゃなくてね、これ濡れたらちょっと足濡れそうやなと思うけど、ご安心ください、なぜなら防水だからですよというところになってますので、安心してくださいということになってます。はい、でまあこれを見ていってですね、まあ、形としてはローテクですよね。ハイテクと言って、まあ、こういった他オーネオネのねクッション性がいかにも良さそうな感じではなくて、まあ、ちょっとこう平べったい感じのね、まあ、バンズコンバースとかみたいな感じのちょっとまあローテクな感じのスニーカーかなっていうのが第一印象ですよね。それ以外は特に見た目からは特に何かを感じることもないので、まあ次行きましょうか。はい、では特徴がいきたいなと思うんですけど、まず特徴、このスニーカーの何、一番の特徴何かっていうと、そのまあタイトルにもある通りウォータープルーフであるということなんですね。ウォータープルーフということで、これは何かというと防水っていう、さっきから言ってたみたいにこう水を中に入れないんですよ。それめちゃくちゃええですやんということになってて、雨の日でももちろん履けるし、例えば水たまりになんかこう足を突っ込む方とかやったらですね、これを履いてれば靴下が濡れる心配がないですよということになってるんですけど、まあ、どういった構造でじゃあ防水になってんのというとですね、よく防水といえばゴアテックスというのがあるんですね。ゴアテックスというと、まあ、もう防水の王様、もうほんまにトップオブトップなんですけど、まあちょっとそれは使えないと、それ使っちゃうとちょっと値段高くなっちゃうんよということで、これはちょっと自社で防水のやつは作りますということで、名前が何て言うんだっけな、テックプルーフっていうのが使われてるんですね。これはまあだからオリジナルで使われてる防水になってるので、まあどこまで防水性があるかっていうのはちょっとこれから履いていかんとわからないんですけども、こういったね完全にゴアテックス使ってますよいうスニーカーなんかはもうほんまに完全に防水ですわ、トップオブトップになってるんですけど、まあ、どれぐらいトップオブトップになってるかというと、まあ、ゴアテックスとかやったら、まあ、分かりやすく言うところの、まあ、例えばワンピースがあるじゃないですか。ワンピースとかやったら、あかん、ワンピース見たことないんで分からないんですけど、まあ、例えば鬼滅の刃あるじゃないですか。で、鬼滅の刃に例えるなら、あ、鬼滅の刃見てないから分からへんわ。まあ、とにかく、まあ、最高なんですよね、ゴアテックスが。ほんで、このウォータープルーフ、テックプルーフってやつは、まあ、それの、あまあ、ちょっとまあ、そこまで上用ださんけども、まあ、ちょっと模倣して作りましたよ、みたいな感じのイメージで見てもらったらいいんかなというのが、まあ、この防水ですよね。せやから、もちろん、なんですか、こう水が、
飛んできたりしても中に浸透はしないんですけど、やっぱりこういうなんですかタンがあるじゃないですか、シュータンの部分があるので、この隙間からね水とかが入ってくる恐れっていうのはまあ十二分にあるので、完全防水とは言えないと思うんですけども、この雨とか外側からちょっと水が弾いてくる分に関しては全然心配なくはけるんちゃうかなっていうのがまずこの一つですよね。ほんで次二つ目っていうのが、このねスニーカーの生地がそのキャンパス地っぽい感じですわって言ってたじゃないですか。でもこれキャンパス地ではないんですよね。よくよく見るとおそらくというかナイロンかポリエステルを使ってるんですよね。だから人工の素材になってて、キャンパス地って言ったら綿じゃないですか、コットンじゃないですか、まあ、そんなこと知らんわっていう人はまあそうやと思うんですけど、まあ、そういうなんですよ。だからこれに関してちょっとなんていうんですかね、硬い感じやなと思って見たら、ようよう調べたらやっぱり生地も結構分厚いんですよね。だから結構耐久性があると思うので、まあ、毎日ガンガン履いてたりしても、よくコンバースとかバンズとかやったらどうしてもコットン使ってるから、この横っ側がねこの曲げるとかを、足こうやってビーンって曲げるとかあるじゃないですか、ここがどうしても擦り切れてきて破れたりとか、ちょっとなんかこう弱ってくることってあると思うんですけど、まあ、これに関しては多分そういう心配がそこまでないんちゃうかなと思います。なぜならこれは人工の繊維で作られてる糸、ナイロンもしくはポリエステルやから、まあ、強度はあるんじゃないかなというところですよね。ほんでその次の特徴としては、このね補強があるんですよ。このつま先にピッチャーガードみたいなやつの補強があるんですよね。でこのピッチャーガード何がいいかというと、野球やってる方やったら分かると思うんですけど、ここのね生地ってやっぱり一番ね擦れやすいっていうのあると思うんですよ。僕もねなんかこれホカオネのやつもピッチャーガードタイプあるんですよ、補強されてるんですけど、なんか普通に使ってるだけなのに、やっぱつま先ってよく当たったりとか擦れたりとかするから、こっから結構ボロボロになっていくことって多いんですけど、まあ、そういった補強がちゃんとされてますよということが、まあ、この辺のスニーカーの特徴かなと思います、まあ、というのが、まあ、ざっくり特徴かなと思います。だからこのスニーカーのもう何の特徴、一番特徴ないんですよ、やっぱ防水であることが特徴やと思うんですけど、ローテクのこういうスニーカーってなかなかねこう防水のやつないじゃないですか。もう濡れちゃったおしまい、もう次の日は、外にベランダに発足しかないということで、濡れたらああもう濡れちゃった、まあ、しゃあないと、まあ、傘は差してるから頭とか体は濡れへんけども、靴はもうビッチビチぐちょぐちょ言いながら電車乗ってるとかっていうのはあると思うんですけど、まあ、これに関してはそういう心配はないんじゃないかなというところになってて、じゃあ次デメリットですね。とは言いながらどこがじゃあちょっと心配になってくんのというとですね、やっぱりこういうタイプの特徴であるのって、ちょっとクラシックな見た目してる分、どうしても履き心地、要はクッション性がちょっと悪いっていうのが、まあ、どうしてもこうデメリットに出てくるんかなというところは思ってて、例えばこういうねもう山でも走れますよみたいな、いかにもクッション性がすごそうなやつとかやったら、もう履き心地がいいのなんかもう見るからに分かるじゃないですか。もうめちゃくちゃいいんですよ。ほんでやけども、こういったローテクに関してはやっぱ履き心地はだいぶ劣るんですよね、こういうのに比べると。だからまあ普段からねこういったローテクを履いてはる方なんかは全く気にならないと思うんですよ。この全然ローテクなんか普通の履き心地やんとかって思うと思うんですけど、まあ、普段履いてくとかちょっとクッション性のいいやつ履いてある方からしたら、ちょっと疲れるな、1日履いたら疲れちゃうなっていうことになってくると思うので、まあ、この辺は気になるんじゃないかなと思います。ただ一応ノースフェイスの公式のホームページ見たら、このインソールがですね取れるようになってるんですけど、このインソールはかなり柔らかいクッション性を入れてますということは書いてはいてるんですけども、触った感じそんなベラボーにすごいかって言われたら、まあその辺に関してはまあ改良はされてるけども、今バンズとかでもなんか柔らかいクッション性になってるじゃないですか。それとそんな変わらんっていう感じなんで、そんなめちゃくちゃすごいクッション性という感じではないので、ちょっと履き心地を求めてはる方からしたら、どうなんかなみたいな感じはあるかもしれません。まあ本でもとは言いながら、おすすめはなんですのということになってきたらですね、やっぱりおすすめとしては、こういったローテクのスニーカーってめちゃくちゃ合わせやすいじゃないですか。どんな服でも合う。だからデニム履いててもローテクでええやんか、スラックス履いててもローテクでええやんか、チノパン履いててもローテクでええやんか、これ何でも誰でも合うんですよね、ローテクのやつって。ただ対してハイテク系のってちょっと難しくないですか。おしゃれな人とかやったら全然なんとなく全く何も気にせんと合わせると思うんですけど、ちょっとパンツの種類俺少ないねんなとか、あと細いパンツが多いねんなっていう方なんかは、ちょっとこういったねローテク合わせるのってなんか若い子になれちゃうというか、ちょっとめっちゃ若々しく10代っぽく見えちゃうと思うので、まあ、細いパンツよく履いてはる方なんかはやっぱこういったローテクの方が絶対合わせやすいと思いますし、合わせやすさは結構あるんちゃうかなと思います。まあ例えばね、こんな今僕履いてるようなパンツとかでもこうやってヒュッてね合わせてあげたら、まあ細いパンツやけども、まあこれはノースレースのインナーダウンついてるねパンツなんですけどね、まあそれでもピュッて合わせたらまあまあ全然合ってくるしみたいな感じになってくると思うので、まあこの辺はね合わせやすさはあるんちゃうかななんて思ったりはします。ほんでもってじゃあ次はですね、サイズ感に行きたいなと思うんですけども、これが28センチで僕購入してるんですね。足が28センチで、僕はずっと28センチで中学1年ぐらいから28センチをずっとキープしてるんですよ。なんでか分からへんけど、中学1年入学した時は足が24センチしかなかったのに、足だけ1年間で4センチも伸びちゃったということで、気がついたら、中学1年生まだ背がめちゃくちゃちっちゃいのに足だけがでかいという現象が起きたんですけども、まあ、そこから無事その後も身長がちょっとずつ伸びてきてですね、ようやく身長と
と足のサイズがあったというのが、まあ、昔の話ではあるんですけども、まあ、そんなことを言いながら28センチは入れると。でこれに関しても特に別にめちゃくちゃ大きいとかめちゃくちゃちっちゃいっていうこともないんですけど、ただもしかしたら足の幅ってあるじゃないですか、結構足の幅が太い方もいらっしゃると思うんですけど、そういう方からするとこういったローテクのやつってここが当たって痛いねんとかっていう方にはあんま向いてないと思うんですけど、まあ、僕はあんまりそういうのないんで、まあ、普段からバンズとかコンバース履いてある方やったら全然いつものサイズ感でええんちゃうかなというふうに思います。というのがですね、こちら防水のスニーカーで、まあ、今年から出たばっかりになってるので、まあ、分からんことも結構多いんですけど、まあ、これから履いていったらね、あこれまあまあまあここ良かったな、ここ微妙やったなっていうのが出てくるとは思いますので、まあ、この辺で終わりにしたいなと思います。ということで、その名前のシャトルレースって何なのか分からんけど、まあ、分かる方はコメントください。はい、ということになってますね。本日はですね、シャトルレースウォータープルーフを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。